ふわちゃん、安子への暴言騒動に因縁加藤さりも参戦、ガチで陰湿な人なんだな、裏側の態度を暴露。タレントの加藤去り、三34が7日までにインスタグラムのストーリーズを更新。芸人安子二25への暴言が炎上中のタレントふわちゃん、年齢非公表、について言及した。この日、 ふわちゃんが自身の名前を出したという過去のネットニュース記事の画像に重ねる形で、共演は何回かあるけど無視してくるのふわちゃんじゃん。それでも怒ったことなんてあるわけない、と、共演時のふわちゃんの態度について明かした加藤。加藤さりが嫌いって散々テレビで言うてたのは、テレビのギャグだと思ってたけど、ガチで陰湿な。人なんだな、こっちのが気持ち荒れたわ。 なんか今回の件で納得いった、原文ママと続けた。実は二人の因縁は約4年ほど前から。当時、パンケーキを叩き潰す動画で炎上した加藤さんに対するコメントを番組で求められた。ふわちゃんが、ぶ、加藤さり、ぶっと親指を下に向けたブーイングポーズを取ったり、別の番組で加藤さんから挨拶を仕とされたというエピソードをネタ的に披露したりと。 対立関係を強調していた時期があったんです。互いに自由奔放なキャラクターが被っていたこともあって、両者のやりとりはテレビ上のプロレス的な側面も強かったと思いますが、今回、わざわざ加藤さんがフワちゃんの騒動に火に油を注ぐコメントをしたことで、二人の間には本当にわだかまりがあったのではないか、と思わず勘ぐってしまいますね。女性誌ライター。フワちゃんは、 安子が8月2日に X、旧ツイッターに投稿した、安子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝です、というポストを引用し、不適切な言葉を投稿していたことが発覚。投稿はすでに削除され、6日にはフワちゃんが安子に直接謝罪を行ったことも報じられたが、5日深夜に放送が予定されていた、フワちゃんのオールナイト日本ゼロの休止に続き、 現時点で、フワちゃんが出演していた、Google Pixel の CM 動画が非公開となるなど、騒動の余波は広がっている。多くの関係者を巻き込んだ大騒動へと発展しつつある今回の一件。沈静化はしばらく先になりそうだ。フワちゃん、安子への暴言騒動に参戦した因縁の相手加藤とさり、裏での態度に言及&、 ガチで陰湿な人なんだな、と述べた彼女の心理はいかに。